はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今から寝るって方いらっしゃいましたらおやすみなさい。夏芝です。お久しぶりの実写でございます。実写撮るたんびにお久しぶりですって言ってる気がするんだけど、まあレア枠としてね、今回の実写動画もお楽しみいただければなと思うんですが、今回はですね、夏芝なんと活動5周年を迎えました。いやー、ありがとうございます。5年ってすごくない？もうあの頃とはね、家も違うし使ってる機材も全然違うし、今となってはゲーミング PC でね編集してますからね。最初の方だって私プレステ4のシェアファクトリーですから、プレステ4にさ動画編集できるソフトが、無料のソフトがあるんだけど、それ使ってました。そんな私が5年間の時を経てですね、活動5周年迎えられたということで、ずーっとめてた企画、難しい実写、教えてしば子夏芝質問コーナーやっていきたいと思います。この質問したのがね、2023年2月26日ってことなんで、質問募集してからまさかの4ヶ月が経ってます。ちょっと温めすぎちゃったかな。でですね、活動5周年に伴いまして、ビッグなお知らせも今回したいと思います。質問に答えていきながらビッグなお知らせもねございますので、楽しんでいただければなと思います。それでは質問いってみましょう。まず一つ目の質問です。夏芝のグッズ販売ありますか？パーカーとかパーカーとかパーカーとかパーカーが欲しいのかな。夏芝ちゃんのグッズ販売はあります。厳密に言うと今回5周年ということで、初めてグッズを作成しました。グッズといえばみたいなね、アクリルキーホルダーとか T シャツとかね、サーモンタンブラーもろもろございます。ちょっと編集でここにポンポンって載せとくね。ここに載せたもの以外のものもありますのでね、ぜひね概要欄に URL 載せておきますので、詳しく見ていただければなと思います。マジで可愛いからマジで見てほしいです。それがね、私5周年活動してきての初めてのグッズでございます。5周年記念グッズありますのでね、ぜひ皆さん見てみてください。で、これがビッグなお知らせです。なんかぬるっとお知らせしちゃったな。もうちょっとさ、てれんって感じでお知らせしようと思ってたんだけど、ちょうどねベストな質問をいただいてましたので、質問に答える流れでちょっとビッグなお知らせやっちゃいました。ちょっとね、まだ私の手元にもグッズがまだ届いてないので、届き次第ね開封レビュー動画も載せたいと思いますので、実写でぜひねそれも見て、グッズ可愛いなーって思ってもらえると嬉しいです。質問でいただいたパーカーは、この質問いただいた2月だったらパーカーめちゃくちゃありなんだけど、今もう暑い暑いの6月ということで、半袖 T シャツにしました。ちょっとねダボっとしたパーカーになってると思うので、まあ、そのあたりもね詳しくホームページで見ていただければなと思います。よろしくお願いします。それでは2つ目の質問です。プライベートで最近ハマってることとか趣味とかありますか？もしあればなんで始めたかハマったかなど教えてもらえたら、ということでですね、趣味系の質問でございます。最近はねよくドラマを見てます。よくって言ってもね1作品しか見てないんだけど、今ね楽しみにしてるドラマがこちら、だが情熱はあるっていうね、めちゃくちゃ面白いんだよこの作品。南海キャンディーズ山里さんとオードリーの若林さんのね、人気になっていくまでの物語を描いた作品なんですが、普段ね日本のドラマ全然見ないんだけど、ちょっと見てみたらめちゃくちゃ面白かったんで、ぜひねみんなにもおすすめです。だが情熱はある、ハマってます。あとなんだろうな、ストレッチとかしてますね。ストレッチって趣味なんかな。もともと始めたきっかけがさ、私結構猫背なんですよ。多分ストレートネックなんですけど、それをね解消したくて始めたストレッチがめちゃくちゃ気持ちよくて、ほぼ毎日やってますぐらいかな。でもまあ私の趣味はもう一貫してゲームだからね、まあ、だからストレートネックにもなるんだけど、時間がありゃゲームしてますね。では3つ目の質問です。体験してみたい職業ありますか？体験してみたい職業、なんだろうな、客室乗務員さん絶対無理だけど、アテンションプリーズ、私英語も全然喋れないし、でも客室乗務員さんみんなお綺麗ですからね、上品でめちゃ憧れはあるかな。やっぱね英語喋れるのかっこいいですよね。おすすめの英会話術とかもしあったらぜひ教えてください。本当に英語喋れる人尊敬する、まあ、英語は喋れないんだけど英語聞くのは好きだから、英語に関わる仕事かな、やってみたい職業。さあ続きまして4個目の質問です。僕は身長が170センチありません。170センチなど人権がないととあるプロゲーマーの方が言われてました。本当に人権はないのでしょうか？僕はあれ以降心に傷を負ってしまい、言う人しか頑張れません。本音でいいので教えてください。言う人の頑張りようがすごいですけどね、ウディさんは。本当に人権はないので
そうかっていう質問なのであれば人権はあります。どういう質問なのこれは。人それぞれね、いろんな価値観好みはもちろんあると思いますけど、仲良くなるにあたって身長が仲を深めるか深めないかっていうその判断基準にないかな。なのでウディさん、自信持ってください。あといい人でディビニにまた行く方法をぜひ教えてください。身長は何センチですか？153です。インスタや相手などで負けが続くとフラストレーションやストレスが溜まると思いますが、足場さん個人はどのようにストレス発散をされていますか？これはね、非常にわかりますよ。なんでイーストって負けたらあんなにイライラするんですかね。私昔からずっとゲームやってるけどさ、ここまでイライラするゲームはなかった。初めてです、ここまでイライラするゲーム。なんなんだろうね、1対1だからさ余計イライラするのかな。原因は5年経った今でもわかんないんですけど、まあ、私個人のストレス発散は食べる寝る歌うですかね。私カラオケが大好きなのでよくカラオケに行ってます。あと休日はお昼ぐらいまで寝てるし、ご飯もめちゃくちゃ食べます。お米大好き。まあ、自分が好きなことをやるのが一番だよね。まあ、それがゲームの人は永遠にフラストレーションが溜まり続ける状況になっちゃうけど、負け続けたりしたらね。そういう時は一旦ゲームを置いてお風呂使ってみるとか、そういうのがいいと思いますね。さあ続きましてですね、現地テレビ観戦でクラブ代表問わず印象に残ってる試合を1試合だと難しいと思うので3試合教えてください。お気遣いありがとうございます。今パッと思い浮かんだのはリバプールレアルの CL 決勝かな、2018年の。私が初めてしっかり見たねサッカーの試合だったんですけど、このエピソードはね、まあみんなもうほぼ知ってると思うんだけど、クラがね肩を痛めてしまってですね、強制途中交代という形でね涙を流しながらピッチを去ったシーンがあるんですけど、その姿にグッときてね、リバプールがそこから好きなんだけど、サッカーを好きにさせてくれた試合っていうので、その試合かな。まず1つ目。2つ目はまたまたリバプールなんですが、リバプールアトレチコ、なんでこの負け試合ばっかり印象に残ってるって出すんだ。これはねベスト16の忘れもしない2020年ですよ。セカンドレグの試合なんだけど、この時ねちょうど私仕事でカナダに2週間ぐらい行ってまして、その時にねサッカー好きのお友達と一緒にスポーツバーでその試合をリアルタイムで見てたんだけど、それで結構印象に残ってますね、カナダで見た試合っていうのが。でしかもねちょっと負け方も負け方で結構悔しい負け方をしちゃったので、それですかね。ちょっとリバプール勝ち試合よりね負け試合をここで選んでしまうという。まあ、でも印象に残ってる試合ってことなんでね、2個目です。それがで次は勝ち試合ですよ。ラスト超ベタだけど、日本対ドイツ、この間のワールドカップですね。記憶に新しい。この試合はね何人かの配信者さんと一緒に見てたんだけど、これはめちゃくちゃ面白かった。本当にみんなと一緒に見たし、何よりね1回戦目のドイツに勝ったっていう、あれ今思ってもすごいよね。今度またドイツと戦うのでその試合も楽しみです。まあ、そんなところですかね。次、 J リーグのチームで試合を観戦してみたいチームありますか？ J はね本当に私疎いんだけど、この間ね ACL 決勝で優勝された浦和レッズの試合見てみたいかな。埼玉ということでね近場でもあるので、一番見てみたいクラブは今浦和レッズかなって感じです。恋愛系です。サナちゃんの中でお付き合いする条件にこれだけは外せないってものはありますか？ちなみに自分は家族との時間を優先してもいい人です。なるほどね。でもやっぱり私食べることが好きだから、食の価値観は合う人がいいかなって思ってます。あとはなんだろう、一緒にゲームできる人がいいな。やっぱり趣味かな、その趣味の価値観が合う人っていうのは大事かなと思います。巣箱へ、花粉症ですか？僕は薬指の爪が長くて困ってます。採用されたらナイス喜ぶわよ。花粉症です。爪ってなんで伸びるスピード違うんだろうね。私親指がすごいよく伸びる。採用したのでナイト喜んでください。全力で感情を込めて勢いを落とすテクニックをどうぞ。なんだか酔っちゃった。使ってる炊飯器のメーカーはどこですか？ウィリーズシリーズの中で特に良かった思い出のある作品はどれですか？使ってる炊飯器はね象印です。今はもうね消しちゃったんだけど、配信中私よくね炊飯器の音が鳴ってたんで、多分それで聞いてくれたのかな。これはねちょっと2000何か忘れちゃったんだけど、ガチャ演出がさ黒玉ボールとか金玉のボールとかがガシャーンってなるやつかな。あれはウィーレなんでしょうか？皆さんに質問です。では何だったのか分かった人はコメントで教えてください。28とかだったかな、だった気がします。なんか雷演出とかもあったじゃん、面白かったよねあれ。はい次です。ちなみに今ビールを飲めるなら何をつまみにしますか？例えば私は黒ビールを飲むときはカシューナッツを買ったりします。カシューナッツか。おつまみナッツ食べる人多いですよね。私はねあんまりナッツは食べないんだけど、やっぱでもねお酒のおつまみは肉ですかね。カルパス。あとは居酒屋さんとかだったらアジの開きも大好きです。ポテトサラダもいいね、フライドポテトもいいね。うわー居酒屋行きたくなってきた。いや枝豆もいいんだよ。やっぱ塩辛いのが好きですかね、甘いものよりは。最後の質問はこの方からです。好きな野
八橋は何ですか？これはね、彼が多分京都に行ってた時かな、私が八橋待ってますってリプかなしたところ、こんな意地悪なリプライが返ってきました。抹茶の八橋まで添付してご丁寧に、いつかねドッキリで仕返ししたいと思います。好きな八橋はね、まあこれ味聞いてると思うんだけど、全然面白くない答えしていい？普通にあんこ。あ、ちょっと待って、あんこの中でもこしあんか粒あんかとかってこと？それだったらこしあんかな。まあ、チョコレートとかもあるけどさ、やっぱりあんこが美味しいよね。八橋まだ届いてないんだけどな。こちらずっと待ってるんですけどね。ねえ。はい、ということで質問いくつか答えさせていただきました。ちょっとね、読めない質問もたくさんあったんですが、いっぱい質問してくれてありがとうございました。いや、楽しいですね、質問コーナー。また機会があればやりたいなと思います。でですね、ぜひ初めてのグッズ販売、動画の URL から飛んでもらえると思いますので、ぜひ詳細見てもらえると嬉しいです。今日はこのあたりで実写動画終わりたいと思います。以上、教えてしばこ夏しば質問コーナーでした。ビッグなお知らせも聞いていただいてありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。夏芝とカービィたちでした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントをしてもらえるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではバイバイ、またね。昨日